どうもクマです。今回はスカルプのオフを説明していきます。実は当店であまりスカルプのオフにアセトンとか使わないんですよ。ですがやっぱり基礎的なところでわからないっていうご意見がありましたので、アセトンを使ったスカルプオフ、マシンで削ってアセトンを巻いて取っていくってところ、こちらお見せしていきます。こちらお見せしていくんですが、本当に今回の動画は見る必要あるのかな。普通アセトンただ削ってアセトンでオフするだけじゃんっていう動画でもありますので、まああまり期待せず、まああまり本当当たり前すぎる動画なので、動画にする必要あるのかなって思ったんですけど、一応撮りましたので、よかったら気になる方は見てください。どうぞ。今回はアセトンを使ったオフについて説明していきます。まずビットのコースでジェル、表面についたジェルとスカルプの厚み全て削っていきます。それでアセトンを染み込ませてスカルプを溶かしてネイルオフをしていきます。まあ、これはもうすでにニッパーで爪の先端、スカルプの部分だけを切断しております。まあ、伸びているので、まあ、スカルプのところだけパキッと折りやすいです。ちゃんと裏をひっくり返してどこまで伸びているか確認して削っていきます。カットしていきます。こういう感じにざっくり表面のジェルをまんべんなく削って厚みを取っていきます。それでまあジェルを取っていけば浮いている部分とか見えてきますので、そういうところを注意しながら削っていきます。これは前回までの動画、ちょっと前の動画なんですけど、フィルインの動画とはちょっと違いまして、表面の厚みとかそういうものを特に気にせず、もうオフをするためにとにかく厚みを削っていくっていう作業になります。この時点である程度削っておかないとなかなかアセトンが染み込んでくれなくて、オフするの大変なんですね。多分動画内でも説明してるですが、動画内でやりながら本当は説明してるんですが、あまりにもこの集塵機とかマシンの音がうるさすぎてちょっと聞けない状態だったので、声だけちょっと別撮りでアフレコしております。このオフするときにポイントとしましては、フリーエッジ、爪が白くなっているところありますよね。ネイルベッドから離れて。そこの部分を極力薄くしてあげるっていうのがポイントになります。アセトンが溶けやすいのは熱があるところ。ネイルベッドの上とか根元に近ければ近いほど、体温で温められて溶けやすくなるんですね。ただフリーエッジは特にこう温度が低くなりがちなので、なのでちょっと薄くしてあげると溶けやすいかと思います。これ溶かす方法っていくつかあるんですけど、より効率的に溶かす方法っていくつかあるんですが、それに関してはこの動画の後編の方の方で説明していきます。まあ、ネイルマシーンがない方ですと、これの、ここの工程は、ファイルですよね。ちょっと厚めじゃない。ちょっと粗めの、
ファイルで削っていくんですが、結構大変ですよね。もしファイルでオフするってなると、まあこの爪に関して言うとそこまでパーツとかストーンとかがついてないんで割と削りやすいですけど、例えばですけど、まあ、前面パーツ、メタルパーツだったりとかストーンで埋め尽くされたものをファイルで削るってなると本当大変だろうなと思います。もしそういう場合はある程度ざっくり表面を削って、そこだけアセトンを巻いて放置しておくと、ちょっとだけもしハードジェルでコーティングしてたりとかノーワイフトップでコーティングしてたとしてもちょっと溶けてくれるんですね。そっちの方がニッパーとかが入りやすくなりますので、まずざっくり表面をファイルで削ってアセトンで染み込ませて、その間に他の指パーツがついてないところとかそういうところをオフしていって、でふやかすと置いてニッパーで取るっていう方が効率がいいかと思います。ここ多分今説明してますけど、なるべく実名は削らないようにって伝えたところですね。であと定期的にこの親指で表面を触っていると思うんですが、これは爪の表面の凹凸を見るとともに摩擦熱で熱くなっていないか、そこら辺をチェックしております。ある程度こういうチェーンとかは表面をなぞっていけばマシーンでまあこう削り飛ばすことができます。はい、まあ、こんな感じでだいぶ薄くなりましたね。明らかにも薄くなったなって確認ができるぐらいまでスカルプは薄くします。それからアセトンを巻いて溶かした方が効率がいいと自分は思っております。あとこういうマシンオフしているとフィルイン後々やりたいなと思っている時の練習にもなりますので、なるべくマシンでオフしてみてください。薄く。巻き方とかって後ろだったっけ？大丈夫ですか？うん、こうこうしてくる。こう置いて、アセトンに染み込ませて、こう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 。なんでもね。こう真ん中に置いて。コットンを置いて、アセトン、こっちからこう送るんで、こういうふうにきっちりなってるじゃん。うん、で、ここ折り返して、でぐるぐるぐる蹴ってやると、取れない。うん、この巻き方なんかは学校とかで教えてくれないだろうか。そうですね。あとサロンワークしてると、この後トイレ行きたいとか、はい、言ってるじゃん、はい、どうする？これで、あ、今すぐトイレ行きたいって言われたら取って行ってもらう？待ってくださいっていうの、そうですね、私だったらこれ、あ、じゃあこれちょっとオフして塗りの前に行ってもいいですかって。もうお腹痛いですいうときあるじゃん。そしたらもうこのままいて。お尻どうですかこれ。確かに。ポリグローブ。なんか半透明。そういうさ、食品工場とかでさ、キムチとか取る
なんじゃん。はい。これを入れてもらう。もともとこれやってもいいんだけどね。これのいいところが、あの体温がすごい暖かくなるというか、しばらくするとこれがこう汗かいてくるんだよね。だからよりあの早く取れるし、いざという時トイレも行けるし、なんか雑誌とか触ることもできる。はい、じゃあこれ取っていきます。20分ぐらい置いたのかな。これ取るじゃん。取ってまあこういうプッシャーのこの逆側吐き出す方でこういう感じでくるくるってずっと歩き方取れる。ビュービューのままで、いらなくなったファイルで表面をこう優しく混ぜると、あ、さっきよりすごいペロッと取れた。あの柔らかくなってるうちに、はい、こう慣れてあげると綺麗に取れる。あ、これね、あの全部先に取っ、これアルミ箔取って削ってやると固まってきちゃうから、あ、最初に一本一本これは丁寧にやっていくこと。はい、取れました。だからやっぱりこのスカルプ自体を薄くしてあるから、まあ、これだけ簡単に綺麗に落ちるよね。先端の方無理せず、こういう感じで。撫でていく。これ優しくね。怖いから、うん、やっちゃうと。このビニール手袋をしておくとより取れやすくなってるね。はい、あの保温されて、あとなんかもっと早く取りたいんだったら、このビニール手袋をしてその上からあったかいタオル、はい、巻くっていうのもある。あ、まあ、体温高い人の方が早く溶けるしね。あ、それと一緒で温めてあげるのも大事かな、はい、急いでる時だったら。うん、こんな感じで優しく慣れてあげるだけで、まあ、取れるから。さっきより先端の方のやつがすごい綺麗に取れてます。うん、まあ、こんな感じで取れた。はいはい、あとはまあ細かいところはもっと細かいバッファーとかでこう削ってあげれば、はい、OK、でキューティクルケアしてサンディングすればまたジェルつけられるから。はい、はい、ここまでになります。でこの続きは過去のマシンケアとかそこら辺もチェックしてみてください。こちらはプレパレーションが終わった状態になります。まあ、こんな感じでスカルプも綺麗に取れています。はい、いかがでしょうか。まあ、こんな感じでスカルプのオフ、まあ、アセトンを使ってオフするっていうのはこんな感じなんですけど、参考になったのかな、大丈夫かな。こういう当たり前、うん、自分にとっては当たり前すぎることなんですけど、もしこういうの、まあ、今回の参考になったなって思う方がいましたら、コメント欄に参考になったんで書いていただけるとちょっと安心するっていうか、あ、こういうのでいいんだっていうのがありますので、よかったらまあこういう当たり前の技術を見たいっていう方いましたらコメントください。はい、で今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。
何これ、何かと思ってひっくり返ったの。ひっくり返したんじゃなくて、ひっくり返しちゃいました。ひっくり返しました。これこれやったことないな。これこれどうすんの。手で拾います。手で拾って食べるの。